はようございます。釣り子 TV です。釣り竿をですね買ってきちゃいました。これねマルチピースロットっていうことでこういうハードケースに入っているんですけども、メジャークラフトの弁慶ね、これをですね買ってきてみたんですよ。でこれっていうのが自分で使うわけじゃなくてですね、知人にまあ1万円前後で何かこうやって持ち運びができて便利なロットないかな、何か見繕ってくんないかっていうことで、釣り具屋さんで今は本当いろんなメーカーからいろんな価格帯いろんな種類のマルチピースロット出てますからね。で結構品揃え豊富な店舗でですね、こう持ってあれ持っててこういうの投げたああいうの投げたいっていうのをいろいろ考えて考えて、でこのね弁慶っていうのがとんでもなくかっこよくて、で安いんですよね。これしかねえなっていうことでこれをですね1本買ってきてみました。でまあ知人を1万円前後で探してきたよっていうことで、自分ではねあのモンスターキスの小塚拓也さんのところのディアモンスターシリーズ、これマルチピースロットということで考えると、まあ5万円6万円とかそれぐらいまで予算考えるよなんていう人にはぜひもんでこのディアモンスターがおすすめなんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、ただねマルチピースロットでまあ1万円ぐらいっていうとまあ弁慶がまずいいんじゃないかな。で2万円3万円とかになってくると各メーカーほんといろいろと選択肢が増えてきて、今かなりマルチピースロットありますからね。今年はあのレジットデザインからもなかなかかっちりとしたモデルが発売されるっていうのがアナウンスされてますんで、まあマルチピースロット戦国時代といった感じになってきましたけども、今回の与えられた予算ミッションで考えるとこの弁慶がいいんじゃないかなということで買ってきていました。でまあこの弁慶なんですけど、本当はあの防衛モーションね、あれ前から気になってたんで、防衛モーションの竿を買おうなって思ってあの釣り具屋さん探してたんですけど、もうないんですよね。あれあのもうなちょっと前にもう廃盤になっちゃったよってことで、でそこから生まれ変わって今この弁慶というシリーズに変わったよということで、メジャークラフトの弁慶、これがね価格が11,700円で買うことができました。定価はですね13,000円ということなんですけども、それからちょっと割引が入って、まあ税別ですけどね11,700円で弁慶ってこの竿を買えますんでね。でこのコンパクトで、でどんな竿かっていうのを早速ですね開けていきたいと思います。初めて開けていきたいと思います。ほっ、このねハードケースね、これが付いてるました。こういう感じですね。ほんとね、今安くてもいいロットって多いですよね。これがちょっと1万円前後で買えちゃうんだから、デザインもね結構こんな派手じゃないですし、こうシックな感じで、で各ね細かいパーツとかすごいなんかいいものが使われているなっていう感じで、ここのメタルのパーツとかね。じゃあ早速ですね継いでいきたいと思います。で今回はですねベイトモデルね、ベイトでできるだけまあ重いものまで投げれる、そういった竿を探してるんだっていうことだったんで、一番ねラインナップの中でハイパワーなモデル、これが、モデルがですね BIC704H、ね、ヘビーパワー8分の3オンスから1と2分の1オンスまで、省エネ25ポンドラインまで使えるよっていうことで、ラインナップの中で一番ごついモデルね、これを買ってきてみたんですけども、まず先端、まずねパーツはねこの4セクションに分かれておりまして、まずティップをついでで、ね、結構ね、ガ
イドが小型なんですね、このね。あのマイクロガイドとまではいかないかもしれないんですけども、ほんと結構ねコンパクトなガイドがついてるんで、これによってあの釣り具屋さんで持った時、自分のイメージしてたのより確実にこうふわって軽い感じなんですね。こんな軽いのと思って買ってみたんですけども、はい、できた。あー、やっぱりね、ついでみて、でお店だとこのタグとかがついてたのかな、もうちょっとまあ重く感じたイメージなんですけど、この今ね何にもついていない状態で持つと、こんなかっちりとしたのが1万円ちょっとで買えるのかっていうのにね感動してね、これ選んでみたんですけども、弁慶ね 704H で、H パワーなんで張り割ってこんな感じですけども、これはねちょっと中重量級のルアー、あとはなんだっけ、ビッグベイトとかも、あの最近の流行りの結構張りのある H パワーっていう感じなんで、まあジョインテッドクローとか投げてピピッピピッてこうリアクションのねアクション入れるのなんかにもすごい良さそうという感じで、でまあこれにリールをつけて手元に重心が来たらさらに軽くなるわけだから、まあ軽く感じるわけですから、まあすごいんじゃないかな。何にしてもね、こういうちょっとした気遣いじゃないけど、まあ、細かいパーツが非常によくできていて、でここなんかはあの、まあ、最近主流のなんていうんですかね、こう始末の技術みたいなのを X 状に巻き上げて、ねじれ強度を強くするようなんていう、そういったのがちょっとこのマット部分には採用されてるのかな。まあ飾り巻きとしても綺麗に見えますけどね。はい、じゃあね、ちょっと一回閉まってっていう感じなんですけども、釣竿っていいですね。こうなんか、見てるとワクワクするんですよね。これをまあリュックサックに入れるなり、まあ、トランクに入れるなりしてどこに行ってやろうかってね。あのワンピースロットだとなかなかあれですけど、この感じだったら、まあ、新幹線とか、あもしくはあの安い飛行機なんかに乗っていろんなところで釣りできちゃいますよね。本当ね、最近あの航空会社の長崎艇とかね、どんどんね厳しくなっていきますから、で預けるのもまあ一手間かかりますからね、貴重品コーナーみたいなところでこのさお願いしますっていう感じで出しますけども、これだったらね、あの斜めに入れたりしたら、ね、機内持ち込みのバッグなんかもギリギリ入るんじゃないかな、そういう軽快な作りになってますし、まあ自分なんか大概トランクを持って移動してるんで、そのトランクの中に、だともうこのハードケースなんかもいらないですからね、この T シャツとかにくるんでガサッと入れて持っていきますけども、あベイトのいいところはこうガイドもちっちゃいんで、あのスピニングと違ってほんとコンパクトになるんですよね。こういう感じでくるくるポンで持っていけちゃうんで、これで最初からこれついているロッドベルトをこれで OK、ね、まあ心配な人はね、このさらにこのセミハードケースみたいなのに入れておけばよりね、いいんじゃないかなと思います。はい、これで OK なんでいいですね。で結構なんだろう、ちゃんとしたハードケースがついているんで嬉しいですね。じゃあね、早速手元の方から見ていきたいと思います。はい、ということで改めてね、このメジャークラフトの弁慶、これをですねどんな感じになっているのか手元でゆっくりと見ていきたいと思います。はい、また、はい、こん
チはということで出てきました。このねケースがね結構ガッチリしていて、あ、でここに説明がいろいろ書いてありますね。まあ1万3000とか書いてあるんですけども、遠征先でもとにかくでかいバスを釣りたいというハンターにおすすめなモデルです。ビッグベイトやスイムベイトでの豪快な釣りや夏場に活躍するフロッグゲームにもおすすめ。未知のポイントでデカバスハントを楽しんでください。メジャークラフトということでメッセージが書いてあります、ね、赤はこんな感じで、うん、ほんとねこのケースだけでなんか 2,3,000円するんじゃないかなっていう、しっかりとした作り込みですけども、弁慶ってことでね、五右衛門から始まってね今度弁慶ですからね、どうでしょうか、うん、次は何が来るのかな。鬼兵とかどうですかね。鬼兵大好きなんですね。鬼兵っていう名前だったら、個人的に名前変えしちゃうかもしれないですね。まあこれはねあの知人に向けて買ったやつなんで、はい、こんな感じでツヤツヤでいい感じじゃないですか。で、ほんとね、あのさっきちょっと見えづらかったかもしれないんですけども、まずね、ちょっとね、実調にはあんまり関係ないかもしれないんですけども、これここのね、リールのこのメタルパーツとかすごいかっこいいんですよね。こんな感じでかなりいいパーツが使われているということで、でこの下のカーボンにこうかっちりとつながっていてっていうことで、なんかここだけ見るとあの懐かしのメガバスのグラコンポフレームみたいな感じの接続ですね。こんな感じで取れちゃいますけども、こういったカチッとしたやつでカチッと止まって、で、グリッパこうメジャークラフトという風にロゴが入っています。でグリップエンドの方を見るとこんな感じのパッド裏になっていて、でこう進んでいきますとねえ、これちょっとしっかりとした作りですね。こんな感じのグリップがついていまして、でこのセクションにはガイドはついてません。で次これね、ここがねこんな感じで、最近よくある軟軸補強みたいな感じでね、こういうのがあって、であの後ろの一番後ろのバットガイドから先にはない感じですかね。でこの次ね、こういう感じになってます。ガイドこれがね結構小型でコンパクトでね、これがほんとね持ち重り感を軽減してくれてるんじゃないかなと思って、実際ね釣り具屋さんなんかでまあコンパクトロッドだから大概畳まれた状態で展示されてると思うんですけどね、お店によってはこう、1本に継いだ状態で売ってたりするところもあるんで、ぜひね持ってみてもらいたいんですけども、本当にね想像してるより軽快だと思いますよ。1万円でここまでできちゃうの、なんだよっていう、そんぐらい軽快ですけども。でここにいろいろ書いてありますけどね、 BIC の 704H ルアーウェイトは8分の3から1と2分の1オンスまで、でラインは12ポンドから25ポンドまで推奨で、メジャークラフトっていうのが書いてあって、これが次のところで、でさらに、はい、これね上から2番目のパーツになりますけども、ここの次のところにガイドを配置することによって、結果ここにスレッドを巻いてることになるので、ちょっとした補強も兼ねているのかな。でこれがこういう感じで継がれるわけですね。はい、ここにガイドを持ってきたことによって、まあ、ちょっと、丈夫にバットの方は仕上がってるんじゃないかなというのを見ていくと、まあ、こっちはそうでもないですね。ここはあのガイドの位置優先っていうことなんでしょうか。でこれで
最後ティップセクションね。あーもうねダイブガイドもティップセクションなんで小さくなってきておりますが、こんな感じのトップガイドで、今手元でよく見ていて、まあこれ釣り具屋さんで見ていいなと思ったところの一つなんですけど、先端の方までダブルフットガイドなんですよね。まあ何にしてもこのモデルは H パワーっていうことで、まあクロックゲームとかまでいけちゃうよっていう表記に偽りなしなんじゃないかなっていうのが、この先端の方まで丈夫なダブルフットガイドを全部ね、シングルフットガイドがないんですよね。ということで、まあなんていうんですかね、おかっぱりアングラーとかには、嬉しい仕様なんじゃないかな。どうしてもねここより、だからここら辺のセクションだけシングルフットガイドに仕上げれば、なんだろう、竿先の持ち重り感は、だいぶさらに軽減されるんだけども、実用性を考えたら、まあここまでこういったティップの方まで丈夫なガイドを、設置したぜっていう、これがねなんともね、まあ好きな人にはたまらないなっていう、こういった仕様になってるんですね。まあこういう感じで、はい、4本のパーツに分かれておりますが、でね、この最初から付属しているね、なんだろうこういった細かいパーツもね結構嬉しいんですよね。まあこういうのとか、セミハードケースとかいろいろ含めると、まあなんですかね、ほんとメジャークラフトってすげえなって思っちゃいますけども、はい、こんな感じで、弁慶ね、見ていきましたけども、まあ早速ねちょっとね、このちょっとこれはね自分ではね使わないで、なんか強めでこういった持ち運びしやすいさを求めている知人にですね、これどうよっていう感じで使ってもらおうと思いますけどね。まあ自分の方ではまあご紹介しといてなんですけどね、ディアモンスターのシリーズばっか使ってるんで、まあ動画に出てくるのはあっちのちょっとお高めの竿ばっかりだとは思いますが、まあこれ弁慶ね、ぜひですね、これ釣り具屋さんで、次のこの弁慶あったらですね触ってみてもらいたいですね。ほんと軽快な割にかなりいいパーツをふんだんに使っていて、何ですかね、コストパフォーマンスめっちゃ高いんじゃないかな、ちょっとこれ自分でも使ってみたいな、そんな風に思える竿ですからね、こういった感じでご紹介してみました。というわけで本日の釣り子 TV はメジャークラフトの、この釣り竿ね、マルチピンスロット弁慶、これをですね開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。